这次我还见了トロトロビンチョ。Yeah. あ、そっか。わさび取らなきゃいけないか。あ、スプーンないよ。ない。スプーンもない。ちょっと大きい。大丈夫。おいしい。ママ。うん、おいしい。うん、おいしい。なんかご飯食ったね。食った。小ぶり。うん、うまい。うまい。ノグラ。ノグラあるのいいね。ね、そうそう、珍しいね。あたくん。カツオ食べてえな。あいしい。ホタテ、ホタテもなかなか食べないから。スープ貝と赤貝ね。それじゃないよ。違う違う、待って、これは、これ、入れてください。待って、オッケーオッケー。いや、でももう一個来たの。色同じだから。たまたま同じの頼んだって、うん、あれね、あれね、粒が、これが赤貝で、こっちが粒貝。ドゥルル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 ル、でも意外と米美味しかったね、美味しいでしょ。夜の10時はもう回ってない、10時半。まあそうだよね、そうなる。注文したら一気に来る。この時間からラーメン食うやついるんかい。マジかよ。あー、寿司だからラーメンよ。九州ラーメンがいい、作り食べられるところ。おお、いいじゃん。お、なんかスシローよりしっかりしてる。写真撮って。あー、でも似たようなのあったけどね、全然。クラゲもあってね。どう？うん、美味しい。美味しいよね。うん、絶対麺結構ちゃんとしてるもん。うん、いいね。え、まさかの。前はね、黒麺だと思うよ。まあ。結構本格的、結構本格的。いただきます。まだスープから。うん、美味しいね。美味しいじゃん、めっちゃ美味しい。いただきます。どうですか。うんうん、なるほどね。学食、うん、高校の学食のラーメン。これ醤油があったらよかったんだけどね、塩とかさ。これ塩あるよ。じゃあ塩のラーメン。あ、塩ラーメンとか。ちょっと塩味を足して。変えてみないかな。九州醤油です。ほんのちょっと入れるんです。あんまないけど。成田手作りですね。そして。でも愛知県が作る。いただきます。うんうんうん。なるほど。あと 2滴ね、醤油かけてほしい。うまっ。よしよしよし。入った。
これの高校時代に食べてたラーメンになりました。高校は福岡なんです。あ、美味しくなったね。すごい。塩少しと九州醤油を3滴4滴入れると味変で結構濃くなって美味しいでしょ。うん、すすっていく。チャーシューも結構美味しかった。結構ラーメン美味しいですね、浜寿司。うん、ここで50元のクーポンもらえる。LINE 登録したらいいね。テイクアウトコーナーです。いいね、満足感あるね。